主人様、今日は誰に予告状を届けるの？そうね、ヒース、一ノ瀬さんのところへ予告状の配達よろしくね。了解、行ってきます。ご主人様、さてと今日はこのまま帰ろうっと。アンズ、朝だぞ。早く降りてこないと母さんが怒るぞ。はーい、今行く。日経平均株価は先週末終わり値61円13銭安の。おはよう。お母さん、お兄ちゃん、おはよう。おはよう。ちゃんと眠れてるか？うん、大丈夫。はい、ご飯ご飯、片付かないんだからさっさと食べてね。はーい。行ってきます。気をつけて行ってくるんだぞ。一ノ瀬さんだ。一ノ瀬さん。よう、どうしたんだ？松原を見に？たまたま通りかかったら一ノ瀬さんの姿が見えたんで。取材ですか？そう、あのバカのインタビューにね。バカってもしかして松原以外誰がいるよ。全くドリームマッチも近いってのに。早く今までの分を取り戻さないと。スタメン落ちしても文句言えねえな。そんな、私楽しみにしてるのに。俺だってだよ。なんとかしてくれよ、アンズちゃん。私がですか？無理ですよ。冗談だよ。じゃあまだ取材終わってないから、またな。ここに来ればまた一ノ瀬さんに会えるかな。風が強いわね。髪がぐちゃぐちゃになっちゃう。あれ、あそこにいるのは屋敷さん。こんにちは、私涼子ちゃんの友達の。ああ、覚えてる。こんなところで何をやってたんですか？砂浜でランニングしていただけだ。何かスポーツでもやってるんですか？そういうわけじゃない。なんかあまり詮索されたくないって雰囲気ね。突然声かけちゃってすみません。また会えたら声かけてもいいですか？ああ。じゃあまた。屋敷さんいるんだ。ちょっと声かけてみようっと。
こんにちは。いらっしゃい。あの、私のこと覚えてますか？もしかして忘れられてるのかしら？涼子の。そうです。友達のアンズです。よかった。忘れられてるのかと思いました。何か用なのか？たこ焼き屋のお手伝いをさせてもらいたいんですけども。まあそうだったな。お兄さん、たこ焼き2つ。毎度。やっぱり忙しそう。何を手伝ったらいいのかわからないし、どうしよう。そこの、また今度にしてくれないか？あ、はい、また来ます。しょうがない、また来ようっと。お母さん、ただいま。お帰りなさい、もうすぐご飯だからね。お腹すいた。はいはい。シュートコースガラキー、松原打った。だが枠の外、思いっきり外してしまった。あちゃ。着替え完了。ヒース、行くわよ。了解、ご主人様。屋上を送ろうかな。よ、いらっしゃい。お邪魔します。その足元のものは？コアミ。まさか、それで私を捕まえようって言うんじゃ。ピンポーン、正解。まさか本当に来るとは思わなかったけど、それ以前に君が本物だって証拠もない。本物だったら、まさかこんな手で捕まったりしないよな。なんか知らないけど、早速ピンチ？まあ、ちょっと落ち着いてよ。私の話を聞いてほしいんだけど。と言いつつ先手必勝！煙幕爆弾！うわっ！なんだこれ！今のうちに投網を。うわ、喉が痛え。今のなんだ？花火？そう、花火をちょっと改造してもっと派手に煙幕が出るようにした特製爆弾なの。あ、網は処分させてもらったから。どうやら本物みたいだな。もうびっくりさせないでよ。私を捕まえてどうする気だったの？決まってるじゃないか。独占インタビューするんだよ。飛んで火にいる夏の虫とはまさにお前のことだな。怪盗アプリコットを追ってる記者の家に自分からやってくるなんて、いい度胸してるぜ。ほんとよね。まさかとわみ用意して待ち伏せされてるとは思わなかったけど。ああそうだ、あの網どこやったんだよ。海から勝手に持ってきたやつだから
後で返さないと。海からわざわざ運んできたの？一ノ瀬さんったらおかしい。ああ、もううるさいうるさい。どこにやったか知らないけど、ちゃんと戻しとけよ。は、そういえば、私の予告状読んでくれた？ああ、貴重なものはありがとうな。家宝にするよ。そうじゃなくて、内容の方なんだけど。俺のハートをいただくとかいうやつか。その内容については俺も悩んだんだが、何かの暗号か？まさか、そのまんまの意味よ。そのまんまって？一ノ瀬さんのハートを奪いに来たの。そんなのとっくの昔に奪われてる。え？俺の親父は怪盗プラムドを追ってた記者だった。プラムドを追ってる時の親父は、そりゃもう楽しそうで。18年前に姿を消した時の落胆も見てられないくらいだったけどな。俺は親父の書いたプラムドの記事を見て同じ道に進もうと決心したんだ。そして必ず次の女怪盗が現れると信じて待ち続けた。そしてついにお前が現れた。記者になろうと決めた日から俺の夢だったんだよ、お前の記事を書くことが。そんなに長い間私のことを待ってたの？確かに長かったが、俺には確信があった。20年くらいで必ず次の女怪盗が現れるってね。俺はある仮説を立てたんだ。お前はプラムドの娘なんだろ。やっぱりそうなのか。まだ私何も言ってないんだけど。その反応を見てれば誰だってわかるって。それと、あ、今日はもう時間も遅いし、これくらいで失礼しようかなーなんて。あ、ちょっと待て。何？またここに来るのか？私がここに来たことと、これからも来ることを誰にも話さないって約束してくれるなら。ああ、約束する。だから、必ず来るんだぞ。うん、またね。あ、今日のお仕事はこれで終了っと。じゃ、おやすみなさい。あまり遅くならないうちに帰ってくるんだぞ。ここに来るのってやっぱりなんか緊張するな。ここでは今年の冬に公開される映画青い砂の撮影をしているのよね。主役が元気くんで、相手役が水島ミラちゃん。私は知らなかったんだけど、大物アイドル2人の共演ってことで結構話題になっているみたい。あ、みんながこっちに歩いてくる。休憩になったのかな。お疲れ様。君は確か望月さんだったよね。お疲れ様です。私の名前覚えていてくれたんですか？人の名前を覚えるのは得意なんだ。あ、僕のことは元気でいいからね。じゃあ私のこともアンズって呼んでください。うん、わかった。あ、なんか呼ばれてるみたいだから、またね。やっぱり撮影中は忙しくてあまり会話ができないな。おい、そこの、ちょっと手伝ってくれ。あ、はい、今行きます。
スオ君がバイトしてる喫茶店って確かここよね。いらっしゃいませ。お一人様ですか？スオ君いますか？ここに来るように言われたんですけど。アツシの友達？おい、アツシ。なんだよ、うっせえな。スオ君、来ちゃったんだけど、平気だった？ああ、放送部、マジで来たのか。放送部じゃなくて、望月アンズ。はいはい、バイト先探してたんだっけ。どうよ、ジュン。どうよって、突然聞かれてもね。ここでバイトしたいの？そうなんです。お願いできませんか？アツシが辞めるならいいよ。おい、なんだそりゃ。自分で言うのもなんだけど、うちの店すごく混むわけじゃないし、二人もバイト雇えるほど余裕もないしね。ということだから諦めてくれ。悪いな。そんな。なんでそんなにここでバイトしたいの？もっとおしゃれで女子高生が好きそうな店が他にあるだろうに。それは。アツシに気があるんだろ。違います。なんだそりゃ、勘弁してくれよ。そうだな、無報酬なら雇ってあげてもいいよ。気が向いた時に来て手伝ってくれればいい。代わりに店のものは何食べても飲んでもタダ。これでどうだい？やります。おい、本気かよ。そんなことして何のメリットがあるんだ？社会勉強かな。お前には聞いてない、この店のメリットだよ。目の保養。この子可愛いし。そういうわけだからよろしく。あ、名前なんだっけ？望月アンズです。よろしくお願いします。僕は青木純也。一応ここの店長なんだ。暇があったら美味しいコーヒーの入れ方でも教えてあげるよ。本当ですか？楽しみだな。もうそんなに私が嫌なの？ああ、嫌だね。無駄なことは嫌いなんだよ、俺は。こらこら、喧嘩しない。アツシも暇だ退屈だってぼやいてただろ。ちょうどよかったじゃないか。何言っても無駄みたいだな。おい、あんまり来るなよお前。いやよ、毎日来ちゃおうかな。てめえ。じゃあまた来ますね。ああ、待ってるよ、望月さん。スオ君が睨んでる。でもここで引けないもん。頑張ろっと。